こんにちは。ゆっくり霊夢です。こんにちは。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙。ゆっくり無人島で過ごすってなんか憧れちゃうよね。そうだな。オーストラリアと南極大陸の間にある無人島マッコーリーなんかはどうだろうか。聞いたことのない島だよ。この島は、地球で一番雨の日が多い場所と言われていて、一年中ほとんど毎日雨が降るという不思議な島なんだ。気候の他にも興味深い特徴がたくさんあって、一度は見てみたい絶海の孤島として観光スポットとしても人気だぜ。へえ、興味深い島だね。では今回は、雨の多い不思議な島マッコーリーについて解説していくぜ。ワクワクするね。この動画を見ると、マッコーリー島の特徴などの他に、人間たちが犯した恐ろしい事実がわかるぜ。え？何それ？それではゆっくりしていってね。マッコーリー島の基本情報。マッコーリー島は、太平洋に浮かぶ、オーストラリア領、タスマニア州に属する島だ。1997年にユネスコの世界自然遺産に登録されて、世界遺産の中でも最南端に位置している。1000万年以上前に2つのプレートがぶつかり合って誕生した。全長約 34km、幅最大 5km の細長い形の島だ。無人島というからには、島の人口はゼロだよね。もちろんだ。一般の観光目的での立ち入りが固く禁じられていて、海底から突き出たマルトンと、荒ぶる波風で人を寄せつけないぜ。まさに、絶海の孤島。ってゆっくり無人島で過ごしたいって言ったのに、入れないんじゃん。悪い、そうだった。オーストラリアのタスマニア島から南東に約 1400km、南極からも 1300km 離れたこの島は気候も独特で、地球で一番雨の日が多い場所として有名だ。また地質学的にも島の存在は貴重なプレートが動くことを、地球上で観察できる場所として、多くの研究者を引きつけている。人はいなくても、動物は存在しているの？実はマッコーリー島は野生動物の楽園と呼ばれていて、固有種のロイヤルペンギンをはじめペンギンの大繁殖地として知られている。人の手がほとんど加えられていない貴重な島なんだね。一年中雨？マッコーリー島の気候。一年間の平均降水日は、なんと 315.1 日。これは一年間の約9割が雨ということになる。データによると平均降水日は1ヶ月のうち約24から28日。降水量は約72から100ミリメートル。湿度は約84から88%で。本当に一年のほとんど毎日雨が降っていることがわかるぜ。それじゃあ、雨が降っていない時はどんな感じなのかな？たとえ雨が降っていなくても空一面に雲が広がった本曇りの状態がほとんどで、晴れ間を見ることはなかなかできない。そしてマッコーリー島の極端な気候は、雨だけじゃない。気候分類でツンドラ気候に分類される寒冷地で、一年を通じてとても寒い島だ。どれくらい寒いの？島の気温は一年を通して平均2度から9度の間でしか変化しない。気温が11度から14度になる日も観測されるけど、最高気温が10度以上になることは滅多にないとされている。そりゃ確かに寒いね。暖かい季節は12月から3月あたりなんだけど、平均最高気温は8度から9度で、暖かいと言っても、真冬の東京の最高気温ほどにしかならないんだ。一方で涼しい季節は5月下旬から10月上旬で、平均最高気温は5度未満となっている。住むにはあまりいい環境じゃなさそう。さらにマッコーリー島周辺は常に凄まじい風が吹き荒れていて、観光クルーズ船も強風や荒波で大きく揺れることが頻繁にあるようだ。雨風の影響で植物が育たずに岩に草が少し生える程度で、樹木に関しては一本も確認されていない。サバイバルな土地だね。南半球に位置するマッコーリー島の周りには大陸がないから、風や海流を遮るものがない。だから凄まじい強風で海が荒れ狂うんだ。一年中雨降りで、夏は短く寒く、冬は長くもっと寒く、さらに強い風が吹き荒れるマッコーリー島。こうした激しい気候が、独自の生態系を生み出しているとも言えるぜ。マッコーリー島の地質学的特徴。マッコーリー島は、地質学的にとても珍しい地形をしていると言われている。約1000年前にインドプレートと太平洋プレートがぶつかり合って、近くの一部約 2.5km が盛り上がり、海面上に押し出されることで誕生。実は現在も地震と隆起を繰り返していて、1年に 1.5 から 4.5mm ほど隆起し続けているそうだ。まだまだ成長する島なんだね。実際に島の東側は水深 5000m 近くまで、急激に落ち込んでいて地震も頻繁に起きているし、
2004年にはマグニチュード 8.1 の大きな地震も観測されている。海底のプレートが動いていることを証明しているってことだね。これはプレートが動くことで大陸が移動することを説いた。プレートテクトニクスの証明にも貢献していると言えるだろう。へえ、そうなんだね。海洋プレートから上部マントルまでの連続した地層の断面を島の上で見ることができる。これは世界でマッコーリー島でしか見られず、オフィライトと呼ばれる。層状の構造を持ったマグマの冷却によって形成された。玄武岩が露出している様子を観察することができるんだ。地球の内部地層を研究する上で絶好の場だ。ほうほう。さらに、波や潮流の力で海岸や海底が浸食される隆起海岸や海食台を見ることも可能で、隆起する中で地表全体に浸食が及んだことがわかる。マッコーリー島はこのように通常見ることのできない海底の地層の特徴や、プレート境界の力学的な特性について地上で調査することのできる貴重な島なんだぜ。世界遺産に登録されたのも納得だね。マッコーリー島を代表する動物。マッコーリー島にはペンギンやアザラシなどの水生動物たちが繁殖期になると一斉に集まってコロニーやハーレムを作って集団で繁殖活動を行っている。なんでその動物たちはマッコーリー島を選ぶんだろうね。その理由と、マッコーリー島で観察される特有の動物、南ゾウアザラシ、ロイヤルペンギンについて詳しく見ていくぜ。一年のほとんどが雨で強い風が吹き荒れているし、しかも日差しのないマッコーリー島では植物はほとんど育たず岩肌ばかりだ。海岸の斜面などに硬くてほとんど栄養のない、タソックというイネ科の草が少し生えている程度で、生き物たちにとって暮らしやすい環境とはとても言えない。むしろ暮らしにくい気がするよ。だけど島周辺の海は栄養たっぷりの南極寒流と、オーストラリア最大の暖流である東オーストラリア海流がぶつかっている。このため動物たちの餌となる小魚やオキアミが豊富で、ペンギンやアザラシなどの海洋動物たちにとって、絶好の繁殖地になったんだ。最高の餌が理由だったのか。こうしてマッコーリー島には固有種のロイヤルペンギンをはじめ、キングペンギン、ジェンツーペンギン、イワトビペンギンなどのペンギンが、約350万羽、そして約8万頭の南ゾウアザラシが、毎年繁殖シーズンになるとやってくる。繁殖シーズンは9から2月頃で、この時期は浜辺を埋め尽くすほどの、ペンギンのコロニーや、南ゾウアザラシが、大きな体を横たえている様子が見られるそうだ。わぁ、すごい。時にはヒョウアザラシやニュージーランドアシカ、周辺の海でクジラなどが観察されている。マッコーリー島は、動物たちの楽園とも呼ばれていて、島周辺の豊かな海で動物たちの繁栄を支えているんだぜ。南ゾウアザラシは、哺乳類の中でクジラ類に次いで大きな体を持つ生き物だ。オスの体重は4トン、体長は4から5メートルほどまで成長する。これは陸生肉食動物で最も重いホッキョクグマと比べると、7倍もの大きさだ。オスの個体が象のような大きな鼻を持つことから、南ゾウアザラシという名前がついたぜ。メスは大きくならないの？オスと比べるとかなり小柄だ。泳ぐのが得意で、浸水 2km、1から2時間ほど潜水し続けることが可能なんだ。哺乳類なのにそんなに長く水中に潜っていられるなんて。これほど長く潜ることができる理由は、筋細胞に、ヘモグロビンを多く持っていて、血中に酸素を貯蔵できる機能を持っているからと考えられている。この潜水能力は、世界一深く潜ることができるマッコウクジラに迫る深さだ。すごいねー。海洋ではほとんどの時間を海中で過ごしているけど、息継ぎをするために定期的に海面から顔を出す。餌はイカなどの頭足類や大きな魚、サメなどだ。ホホジロザメやシャチが天敵だけど、襲われるのは子供や若いアザラシで、巨大な体を持つ成獣が襲われることは滅多にない。繁殖はどうなのかしら？13から14歳で繁殖期を迎えて、9月頃になるとオスは繁殖地でハーレムを形成し始める。オスたちは多くのメスを獲得しようと長い鼻を突き上げ、大きく口を開いて吠えるんだ。まるで猛獣がうなるような低い声を出し、時に血を流しながら体をぶつけ合って戦うぜ。なんてハードな繁殖期なの。また繁殖地では食事を一切せずにハーレムを守るため、オスの体重は半分まで減ってしまう。繁殖活動を終えた10月頃、オスは再び海に帰って一生を終える。強いオスは一度の繁殖期で、なんと40頭ものメスを、妊娠させることができるそうだ。わお。それならたくさんの南ゾウアザラシがいるんだろうね。ところが、19世紀に盛んに行われていた動物輸出産業の影響で、個体数を大幅に減らして絶滅の危機に瀕していたんだ。
でも現在はアザラシ漁は禁漁となって、マッコーリー島を含めた繁殖地の多くが、世界遺産に登録されたことで保護活動が進み、徐々に個体数を増やしているぜ。よかった。繁殖期になると浜辺を埋め尽くすほど集まってくるのがロイヤルペンギンだ。マッコーリー島だけで繁殖する大変貴重な固有種なんだ。どんな特徴があるのかな？体長約70センチメートル、体重は約4から6キログラムで、オキアミや小魚、イカなどを食べて生活している。白色の顔にかかった金色の長く伸びたカヌが気品に満ちていて、高貴な印象があることから、ロイヤルという名前がついたそうだ。とても素敵な名前だよ。マカロニペンギンはロイヤルペンギンと同じように、金色のカヌを持っているので、見た目はよく似ている。でもマカロニペンギンの顔は黒色、ロイヤルペンギンの顔は白色と、その違いを見分けることが可能だ。ロイヤルペンギンはマカロニペンギンと交尾をしその雑種を作ることができるので、ロイヤルペンギンはマカロニペンギンの亜種ではないかという説もあるそうだ。ほうほう。ロイヤルペンギンの繁殖の季節は9から2月で、比較的暖かい10月に海岸や内陸に仲間たちで、集団営巣地を作って産卵を始める。その数は数千から数万単位で、島の至るところにコロニーが点在している。巣を作る場所は比較的植物のある斜面や、海岸から約1600メートルほど内陸の丘で、砂を掘って浅いくぼみ状の巣を作り、小石を置く習性があるようだ。かわいい習性だね。メスは卵を2個産むけど、一つ目の卵は育てずにメスが巣の外に捨ててしまうんだ。なんでそんなことを？その理由は、庭のヒナを同時に育てることができないからと言われている。残ったもう一つの卵は、オスとメスが交代しながら温めて育てる。卵を温める期間は約35日で、最初の数日はオスとメスが頻繁に交代しながら温め、やがて2週間ごとのペースで入れ替わるようになるぜ。いつ孵化するのかしら？約1ヶ月ほどすると、いよいよ卵からヒナが誕生だ。生まれたばかりのヒナは灰色の産毛に覆われていて、大人のようなカヌはまだ見られない。孵化から10から20日間は、主にオスがヒナを抱いてお世話をするそうだ。しっかり育児分担しているのね。その後は、クレイシと呼ばれるヒナだけが集まる群れを作る。クレイシって？保育所を意味するフランス語、クレイシーが語源の動物学の用語で、ヒナたちが集まって親を待つ様子はまるでペンギンの保育園のようだ。オスとメスは1日に2から3回海とクレイシを往復してヒナに餌を与える。2ヶ月ほどが経過して羽が生え揃う頃になると、ヒナは親鳥と同じくらいの大きさに成長するぜ。いよいよ巣立ちの時かしら。クレイシは解散し、ヒナたちは巣立っていく。一人立ちした子供のペンギンは6年後に戻ってきて、同じように子育てをするんだ。まさか、ロイヤルペンギンも乱獲されていたなんてことはないよね。オイルの採取のために、狩猟対象となって乱獲されてきた歴史がある。特に1870年から1919年の間はタスマニア植民地政府が、ロイヤルペンギンの狩猟許可を与えていたから、年間平均15万匹ものロイヤルペンギンやキングペンギンが捕獲されていたそうだ。現在は保護活動により個体数は回復しているけど、IUCN のレッドリストにて近い将来、絶滅危惧種になる可能性が高い。近畿九種に指定されている。何としても守ってほしいね。マッコーリー島の動物たちの悲劇。なんとも恐ろしい呼び名の、ペンギンを蒸す機械は、その名の通りペンギンたちを蒸してオイルを搾取するために使われてきた。ちょっと待って、なんだか説明を聞くのも怖いよ。この機械は、スティームダイジェスター。もしくは、ダイジェスターと呼ばれる圧力鍋のような機械で、17世紀にイギリスで開発。もともとは骨をもろくする大型の調理機械として食肉の加工に使われていて、後に蒸気機関車の発明にも影響を与えたとも言われているんだ。それがなんでペンギンに使用されたの？マッコーリー島を含めた一部の地域では、ペンギンやアザラシ、オットセイなどにこのダイジェスターが使われていた。その目的はペンギンたちからオイルを取るためだ。実はこのペンギンを蒸す機械の残骸が、未だマッコーリー島に残されているという。なんと恐ろしい。ペンギンは寒さや過酷な環境で生き残るために、体の 40から50% が脂肪でできている。これに目をつけた企業家たちは、マッコーリー島にペンギンオイル工場を設立。19世紀末から20世紀初頭にかけてマッコーリー島のペンギンたちが、資源として乱獲されるようになってしまった。捕らえられたペンギンは殺され、スティームダイジェスターで蒸され、オイルへと姿を変えていった。ペンギンたちの命と引き換えに取れたオイルは、一体何に使われていたの？灯油や石鹸などに使われていたそうだ。
そして20世紀に入ると動物油脂産業は衰退。16年間にもわたる乱獲の結果、約500万羽のペンギンが犠牲になった。マッコーリー島の生態系に深刻な影響を与えて、固有種であるロイヤルペンギンの個体数も激減。当時、タスマニア州政府ではペンギンからオイルを採集することを推奨していたけど、1919年に保護を求める声が高まってペンギンの捕獲はようやく禁止されたぜ。じゃあ、その恐ろしい機械が稼働することは二度とないね。だけど、何も知らないペンギンたちの群れが、機械の残骸周辺に集まることもあるそうだ。残酷な歴史を繰り返してはならないと、残された負の遺産から学ばなくてはいけないぜ。そうだね。マッコーリー島に初めて人間がやってきたのは18世紀。イギリスによる植民地化がきっかけで、油脂産業や捕鯨、南極探索のための基地が設置されるようになった。この時船からネズミが島に入り込んでしまって、続いてネズミ対策に猫が持ち込まれることになった。ほうほう。さらには、飼育用にウサギも島に運ばれてきた。ところが猫やネズミなど人間が連れてきた動物たちは、ペンギンやそのヒナ、卵を襲って、ウサギは草をすっかり抜いてしまったんだ。人間の持ち込んだ動物たちが、生態系をめちゃくちゃにしてしまったんだね。外来種はたった数匹でも入ってしまうとあっという間に繁殖してしまい、その根絶までにはとてつもなく長い年月と膨大な作業が必要だと言われている。1933年になるとマッコーリー島は、野生生物保護区に指定されて、ようやくその保護が始まった。うまくいったのかしら？外来種の繁殖力はとても強くて、猫は数千匹、ウサギは15万から30万羽まで個体数が増大していた。1985年から猫とウサギの駆除を開始。特に繁殖力の強いウサギを駆除するために、ウサギ粘液種を引き起こすウイルスに感染したウサギを放ち、伝染させて殺すという手段が用いられた。2000年までに約2500匹の猫を駆除して根絶に成功したけど、捕食者の猫がいなくなったウサギは再び繁殖。この頃には、ウサギ粘液種を引き起こすウイルスに対して耐性を獲得していたぜ。終わりの見えない駆除だね。そこでオーストラリアとタスマニア州政府は、これまでにない大規模な外来種の根絶計画を2008年にスタート。その後の調査で、絶滅したと考えられていた植物、南極やエムブラの群生が発見されたりと、大掛かりだった駆除の効果が少しずつ現れていった。今後も島独自の生態系を維持するために、関係者以外の立ち入りは禁じられたままになるだろう。マッコーリー島に行くには、ベストシーズンは？ねえ、マッコーリー島に行くためにはどうしたらいいの？クルーズツアーに参加することになるぜ。タスマニア島やニュージーランドから夏季限定でツアーが再開されている。ただ、自然保護の観点から一般の観光客の立ち入りが禁止されている。本島への上陸だけじゃなく、周辺7万5000ヘクタールの海域が、自然保護地区に指定されていて、観光船も立ち入ることができない。ということは、海上から島の様子を観察することになるんだね。だから、双眼鏡やカメラの準備が必要となる。オッケー、観光ベストシーズンはいつなのかな？やっぱり動物たちの繁殖期だぜ。繁殖シーズンは11月から2月頃で、マッコーリー島の季節でいうと夏にあたる。この時期は比較的日照時間が増えて、1日 3.5 時間ほど太陽が地表を照らしているんだ。狙うならその頃だね。さらにこの時期は海中のプランクトンや小魚が豊富な時期だから、餌を求めていろんな野生動物が島に集まってくる。アザラシやペンギンの他にも、アシカ、シャチ、クジラを観察することもできるかもしれないぜ。ペンギンみたい。それなら12から2月がおすすめだ。ペンギンたちは数千、数万の単位でコロニーを作って繁殖活動を行う。産毛に包まれた小さなヒナや親鳥が子育てする様子を見ることができるぜ。きっと可愛いだろうね。またこの時期は南ゾウアザラシも活発に動いていて、その姿は迫力満点だ。メスをめぐるオス同士の戦いに向けて、大きな鼻を突き上げて、吠える練習をしている姿が見られるかもしれない。マッコーリー島は夏といっても厳しい寒さで最高気温は平均8度ほどまでしか上がらない。クルーズに参加するのであれば、防寒性、防水性に優れた上着や帽子、手袋などの準備が必要になるぜ。うん、わかったよ。万全な防寒対策と、双眼鏡やカメラの準備が必須だね。絶海の孤島と呼ばれる小さな島は、アメとペンギンに愛される島とも言えるだろう。ここには独特な気候や珍しい地層、動物たちの命の営みが詰まっているぜ。このユニークな自然を守るために、今後もむやみに立ち入ることなくそっと見守っていきたいね。
ということで、今回の動画は以上だぜ。この動画が面白かったら、チャンネル登録とグッドボタンをポチッとしてくれたらとっても嬉しいよ。よろしく頼むぜ。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。